青森公立大学経営経済学部経営学科2年芸術サークル代表の中井人です。今回は私たち芸術サークルの活動と国際芸術センター青森について紹介します。もう一つ、私たち芸術サークルでは大学の付属機関である国際芸術センター青森の事業運営サポートも行っております。これから国際芸術センター青森をご紹介します。ACC の特徴はですね、東京ドーム約7個分の大自然の中でですね、なんといってもマークに象徴されるようにこの人に来ていただいて、国内外のアーティストはじめ表現者の皆さんに来ていただいて、宿泊しながらこの環境を生かした作品制作作りをしてもらい、大きな展示棟の中で展覧会として発表することのできることが特徴なんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、現代美術で活動しています前田光平と申します。普段は大阪に住んでいます。大阪はまだ暖かかったんですけど、青森に着いたらもうめちゃくちゃ寒くて、もう4度とか3度とか当たり前のところに来て、毎日こう青森の冬のなんか厳しさみたいなのを痛感してるんですけど、なんかこの寒い、ACC の中でもいろんな発見が毎日毎日あって、今はその自分の制作、滞在では、その寒さの中にとか冷たさの中にあるなんかあったかさみたいなものを探しております。11月の、11日から12月の10日まで展覧会もやっておりますので、よかったら見に来てください。いかがでしたか。私たち芸術サークルの活動と国際芸術センター青森をご紹介しました。大学祭なので私たちの作品をぜひご覧いただきたいと思っております。また国際芸術センター青森で芸術や自然に触れ癒しのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来場お待ちしております。青森ライブ。